いうことで、まあ、だから、三葉交際記っていうのを読むときに、排章室の中で読むときに、どんな注意をすべきかというと、排章室の目から見ても、若干デタラメだらけ。うん、しかも、まあ、署名としても、伝統的なあ言葉遣いからは、ちぐはぐなところもあるしね、みたいな。うん、っていう感じなので、この、えー、っと、ちくまの8冊目を見ることによって、三葉交際記を読むときに、ちょっと眉毛に唾をつけて読むっていう態度が入るわけですよ。うん だからさっき読んだ「山陽交際記」ってどんなテキストだったかというと「劉、ね、備に船を焼かれた」とか「ですね曹操が火曜道で逃げた」とかね、うん、<laughs> とか「曹操が劉備は計略が甘い」って言って笑ったら先回りされたとか、うん、これって割と物語に出てくる名シーンじゃないですか、うん、どっちかというと,この,、えー、っとこの前読んだ「文面」うん。 えっとー。そう。あの、陳寿の本文の武定記で。あ、そう。そういうふうに言えばいいのか <laughs> あ、うん。で、あの、前ね、動画で読み上げてるので繰り返しませんけど、はい、ね、曹操はどこどこに行った、どこどこで撤退したしか書いてないから、うん、とても無味感想で、そうですね。はい、曹操のことでいくと、石壁に到着し、劉備で戦ったが負けた。で、疫病が流行して、うんえー、管理、死、えー、卒が死んだ、引き上げた。しか書いてないから。うん <laughs> ねうん、全然なんか面白くもないし石壁の名場面を返してよと思ったわけですけど早速廃勝、はい、室中のこの「山陽交際機を見ると<あ>なんか見てきたかのように、うん、まさになんかね曹操と一緒に逃げたのかっていうね。<laughs> うんいやこの「山陽交際機を見ると確かにその「日、うん」何「ひを放った」とかって書いてあったりとか。うん うん、まあ書いてあるんですけどでもなんかこの衝撃を受けたのはこの、えー、と弱,弱兵全員に草を背負わせて泥根を埋めさせ騎兵はやっと通ることができたって弱兵は人や馬に踏みつけられ、うん、泥の中に落ち込み非常に多くの死者を出したっていうところのここがすごく私衝撃的で、うんうん、なんか。 そう,そうそうって本当にこんなことしたんかなって思ってしまったんですよ、ね。全員やってると思いますけどね。ねえー。はあんかこんだけだけ見たらなんかそうそうって本当にこんなことしたんかなってでもそんなに騎馬兵が大騎馬隊騎馬兵が大事やったんかなとかって思ったりとか。 ねえなんか衝撃的やったっていう、まあ、あの話ですいません <laughs> あおそらくね三国志ファンで食いつくべきところはそこではなくて「歌謡、うん」っていう地名なんですよ <laughs> すいませんでこの「歌謡」ってあの関羽が曹操を見逃すところなんですよねはいあの物語ではねはいだから、ね、関羽が昔に曹操に受けた恩があるから歌謡道歌謡の道で曹操とばったり出会った時に「はい あの関羽が曹操を見逃してしまって諸葛亮にとがめられるっていうた,、えーうん、ただ関羽は昔の恩に報いたんだからっていうふうなことを言っている関羽の、えー、義を体現したエピソードがこの歌謡っていう場所で起きるのでおそらくその三国史というか三国文化というか <laughs> そういった文脈でいくと、えー、この歌謡っていう地名を提供したことはとても価値があるはずなんです。えー うん、創作のネタとしてねあと曹操がね劉備が計略を思いつくのは遅いって言ってるけどこれ曹操が確か3回笑うんですよね物語では。えー、あれ僕認識違う ?3 回3回笑ったかなと <laughs> かか劉備はねあのここに兵を置いていればよかったにハはハハっ,っ,って言われたら趙雲が突っ込んできて肝を冷やして逃げてで趙に握ったはっはハハて笑ったら趙飛が突っ込んできてみたいな。あ あその3回笑ったかどうかはちょっと本当に覚えがないですけどちょっとそういうシーンがあったっていうのは覚えてます <laughs> そこのなんか物語世界では <laughs> あの名場面なんですよね私あの多分あのそんな初め曹操のこととかも好き,好きっていうか興味なかったんです <laughs> <laughs> 今でこそあのちょっと気になる人になってきてますけどうん うん、すごく誰のことも好きじゃなかったんです <laughs> <laughs> それでよく興味持ったよな <laughs> 逆に <laughs> いやなんか本当にあのなんかドラマとか映画とかドラマそのもののファンなんですもんねいやそのもの,のが好きやったんかどうかもなもう今では分かんないですねん<あ>ほんまになんで興味持ったんか分かんないですよ <laughs> ちょっっとクロ,ートクロートの息に入ってきましたでも僕も好きな人物誰ですかって言われても答えられないんかまあねあのクロうとの一気に入ったなんてもう本当に恐れ多いお言葉なんですけどでもやっぱりあの誰が好きかとか誰に興味があるかってつ、うん、度変わっていく、うん、小さなスパンとかで変わっていくこともあればずっと長い目で同じ人が好き。 とととかねいううこともあると思うんでただ、だから私は今、まあまあ、気になる人何人かいるんですよ。でも、その人たちがネ、ね、ロ <laughs> をずっと思い続けているかどうかはこの先不明です。<laughs> なんか、すごいふわふわした恋の話をしてる感じがしますけどね。<laughs> 気になる人はいるけど、ずっと好きとは限らないみたいな。あそう、それです、それ <laughs> <laughs> で。で、何の話をしてたんだ そうまあ、あでえっとまああれですよねあのここで注目すべきは「かよ」っていう話のところがあとあと曹操が3回笑う話をしましたよね。うんはい、でだからね想定される「三国志」の一つのルートでいくと「三国志」の物語で曹操が赤壁で逃げるところ関羽に見逃してもらったりとか趙雲、うん、とか趙飛に突撃されるっていうエピソードを見てこれって面白いけど まあやっぱり創作なんだろうなっていうふうに思うわけですよ。えーえー、で実際に筑磨学芸文庫の、えー、この翻訳を見ると「は所肺小中にあるから史実じゃん!」って思うんですよ。<laughs> えー、で、ねあのー、まあ確かに「3、あのー、回笑った」とか「趙雲が突撃した」とか書いてませんし「関羽が」うん、と出会ったとは書いてませんけどあ,、うん、あのエピソードってこういった歴史的な裏付けに基づいて書かれているから。 多少脚色はあるけど割と信頼できるんだなっていう風に喜ぶところまでがまず入り口だと僕は思っていてでもそれってこの「三陽交際機をちくまの8冊目で見ると割となんかうん、うん、厳しいですよね敗称しでだからこの「わ雑巨流」ですねっていうことになっているから、ね、ここの敗称詩中に惹かれているから割と信頼できる、うん。 っていうふうに捉えるともう廃勝誌の意図をもう組み損ねてるってことが分かるわけですよ。うーん。でおそらくですけど、この廃勝誌が批判している学士とか、この文章に出てきている演儀っていう人って、<ー>あんまりその、なんていうか、文化人や官僚として高い地位にいなかった人なんじゃないかなっていうふうに推測されていて。<ー><で>あ推測っていうことはまだ、あの、まあ、この学士さんとか、そう、学士さん 園医さんっていう人にはあんまりこう資料が元ひづく資料があまりないっていうことですかね。うん、らくないんじゃないかな。だから逆になねその <laughs> 鶏,と鶏と卵じゃないですけど歴史家でも立派な歴史家って列伝が立ってるわけですよ後の代の歴史書に。例えば珍獣なんてね慎重に列伝持ってますからね。 うんうん、なんですけど、この確か、ちょっと僕言ってること,と違ってたら、あのー、よくないんですけど、学士とか縁行ってそれほど著名人ではなくて、うん、逆にこの本の著者として名前が残ってるけど、それがなんか孤立した情報になってしまったりとかしているみたいなこととか、あと、大正史自身が前話したんですけど、強烈な名門、まあ貴族って言っていいかどうか、ちょっと微妙ですけど、うん、なので、あのー、 やっぱりね自分の家血筋そして文化レベルを誇るっていうのが彼のスタンスなんですよ、うん、あんまりなんかねあのそうあんまり言うとね三国志ファンが廃勝史のこと嫌いになっちゃいそうなんですけど、まあ、でもあの高貴な方やったんですよねそうでです高貴ああありあのあまりのま その文化レベルが高くなかったりとか位が高くない家の人たちを見下す癖があるんですよ、配勝詩にはああ。じゃあ、私はきっとお付き合いしてもらえなかったですねそう。だから僕も無理なんですよ、こんな在野で勉強してますなんて、いやもうお前あの、死ねって言われるんじゃないかな、ちょっとこれ <laughs>、カッとかな <laughs> <laughs> <laughs>、まあ。お前に発言権はないって言われて、一瞬で終わるタイプなんですけど、まあ、僕も、おそらくじゅさんもね。なんですけど。 世の中に向けてて信すするなそそれれこそ言われます、ね、はいで、うん、えっとその配勝誌が批判する相手って大抵名門じゃない人たちに対して厳しいんですようん,うーんそれは何でやろういやだからそのもう理由は書いてないのでもう配勝誌の一問の自負プライドなのか、うんまあ、もしくは文化的なレベルの中で生き抜いていくための方針なのか 僕の推測では、ね、この「廃勝詩」ってね、あの前言った4つの方法で、鎮守三国志を多面的に理解していきましょう、うんうん、時には批判していきましょうというときに、うんうん、この三「三葉交際記」みたいな本を、しかもそれはどこの馬の骨かもわからない学士が書いたものを、引くのはきっと、じたたる思思いいがあったんじゃないかなかと思うわけですようん、うん、だからプロの学者が世界レベルで発表する論文に、素人のブログに書いた文章を引用する。 で基本やらないし、まあ、やってもね、うん、論文の品位が下がるだけだから絶対やらないんですけど何か引かなきゃいけない理由があったとするならば、うんね、ただしこの人は大したこじゃないしこの人の書くことはでたらめだけどねっていうふうに、ん、復帰しておくあの補っておく排唱 <laughs> 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 し嫌なやつってなりますけど実際ね名門貴族ってそんなもんですよ。 ハイショウ氏、本当、えーね、にどんな人やったか、むっちゃ気になりますね、うんまあ、でも、こんなね、三国志に宙をつけても別にねあの処,処刑されてるわけではないから、かなり政治力も文化力も一族の力もあったはずで、えー、そういった人からするとこんな中身がでたらめなのか、書いた人物が、 語るに値しないのか,、うん、なんか両方混ざってる気がするんですけど、うん、<laughs> っていう意味で引、まあ、かれていてで、まあ、なんでここのそんな酷評しているような山陽交裁業をここに引いているのかっていうことなんですけど、うん、これは僕の推測なんですけどやっぱり陳述の文章を読んでも石壁の戦いてよくわからんのですよ。うん 分、うんうん、かんないし次のね、うん、孫生の移動表によるとっていうことで引いてますけど、うん、御書、ね、珍珠が書いた武帝記と、うんまあ、珍珠が書いた御書、うん、まあこれ確か御主伝なんですけど孫権、うんうん、の伝記ですねそれが一致しなかったらどないしたらええんやって拝勝者は思ったはずなんですよ。 あだって、陳述の本文同士ですら整合してないんだったら、うん、何がしか関係する資料を信憑性に乏しくても、ね、もしくは書いた連中がいけすかない下船の非文化人であっても、うん、貼っておいた方がなんかね、この不整合を説明するための材料になるのではないかっていうふうに思ったんじゃないかなと、うんうん、これ、僕の推測ですけどね。あま、ねな何かのこう意味がないと、そんな絶対しないでしょうね。うん、そうなんです だから、この独学会で僕が書いたとき、うん、約3年前は、この杯召詩が山陽交際機を信憑、えー、性を疑っていたということがわかります。と、まあ、これはその、陳述、はいえー、陳述じゃないです。えっ、ー、と、ちくまの解説を見れば一目瞭然でありますが、杯召詩は疑いつつもこの本を完全に嘘とは断定せず、できず、後世の読者に情報提供するべく引用したって書いてますけど、はい、まあこれは3年前の僕の不見識ですね。今ならどうやって書きますか、えー 紙は武帝記と御主伝の陳述の本文の中で記述が整合していないということに疑問を持ちその矛盾を解決しで解決できなかったので参考材料として信憑性の低い本をもここに配置せざるを得なかったのだめっちゃわかりやすかったです。<laughs> ま <laughs> まあまあ僕もね,あのね、ブログとか同時に書く人ですからね、まあ、たまにいろんなを書きますしね <laughs> <laughs>。無駄な拍手やった。<laughs> いやでも、めっちゃ分かりやすかったです、今の、うん。そういうことだと思うんですよね。うん、だから、ねうん、参考になっているのが、ね、儒教のが あの、冒頭に話していた、まあ、もう動画的には前の動画かもしれませんけど、語形とかを解釈するときに、語形の中でも矛盾することって結構あるんですよ。とか、春秋の中でも矛盾することもあったり、来期とか、例の中でも矛盾することが結構あったときに、それをどのように整合的に解釈するんだっていうことを、樹家たちはとても悩むわけですよ。で、そうなると、ね、 矛盾してるから片方が間違ってるとは言えないわけで。うんうん、まあね、あの、呪者にとっての孔子先生のお言葉とか、うん、まあこの排上氏にとっての陳呪の書いた文章っていうのは、うん、一応前の時代に完成された、一応尊重すべきものですから。うん。それの矛盾があった場合にどうするのかって言った時に、なんかアクロバティックな奇弁を使ったりとか、なんかあんまり関係がないものを引いてきて、うんうん <laughs> うん、結びつけたり、お茶を濁したりするっていうことは、まあ、彼らの上等手段ですから。うん,う,んうん。っていうことを、拝イシがここでやったんじゃないかなと、僕は今、思います。うん。なるほど。うん